スラムトーク、イスラムトーク、イスラムトーク、フクショーム、ケイオツ、イスラムトーク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 、ハイミドル、フクイスラムトーク、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 フク一緒反対一緒よロビコ一緒無糖一緒無糖一緒走らせろ一緒少しか夏もうちょっと早くいい無糖一緒無糖一緒無糖一緒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 無糖一緒一緒一緒無糖一緒無糖はい、まず一緒無糖よっしゃ、はい、終わりましょう。ありがとうございました。はい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、いよいよ、11日後に、はい、試合の方が迫ってまいりました、はい。現在のコンディションの方はいかがでしょうか。コンディションはおかげさまでいい感じで練習できてます。はい、今回から、今リングネームと所属の方が、はい、変更になりましたが、はい、こちらの方はどういった経緯で、はい、まずは名前が変わったことに関しては誕生日ですので3月28日の試合の日が自分と縁の深い母親の名字をお借りして今回心機一転試合に臨ませていただくという思いから変えました、はい、所属の方に関しても以前から大変お世話になっていた大宮の発酵呪術の方のでお世話になるということになりましたのでそちらも変えましたので、はい、発酵呪術様の方とは、はい、どういったご縁がこれまであったんでしょうか、はい、以前から道場長の方と大学が同じという縁がありましてそれから週に何回か練習にお世話になってたんですけど、まあ、縁があったので、はい、所属としてお世話になることにさせていただきました。ではもう随分前、もう K1 参戦前からずっともうつながりの方があったというような、そうですね、ここに道場があること自体はずっと格闘技を高校卒業して始める前から知っていたんですけど、まあ、いろんな縁があって競馬に参戦することになってからお世話になることになりました。まあ、発酵呪術様の方が、はい、まあ、呪術の道場ということで、はい、打撃系 の、 K1 とはちょっと、はい、まあ、経路が違うというか、はい、いうような感じがあると思うんですが、はい、現在練習はどのような感じでやってらっしゃいますでしょうか。はいはい、発酵呪術っていうことを聞かれてやはり打撃K1 立ち技格闘技っていう視点から見たらやっぱり皆様イメージされにくいと思うんですけど打撃とかその立ち技の原点はやっぱりそういう日本武道にあると思うので試合を見ていただければあそういうことだったのかって思ってもらえると思うんで今はどういう練習してるかとかはあまり言えないんですけど試合を見ていただければ分かると思ってます。はい、多くの その K1 に参戦するファイターがもともと所属していたジムから K1 系のジムに移るという流れの選手が多い中、まあ、ある意味こう逆行するような形で発酵呪術様の方に入られたということですが、もうこちらはもうそのもう格闘技としての原点をこう追求するというようなそういったスタンスからというような意味合いでしょうか。はいはい、そうですね、そういうふうな見方になると思うんですけど僕は中国に行かせてもらったりミャンマーでミャンマーラウェイやらせてもらったり、まあ、MMA から始まった格闘技キャリアなんですけど、まあ、本当に原点というか、うん、その大元になる部分はやっぱり日本武道にあると思っているので最近ではそれを発酵呪術様の方で今勉強させてもらってます。はい、今日 の、 はい、公開練習では、はい、まあ、グローブなしで、はい、まあ、ラウェイスタイルでの、はい、ミット打ちの方を披露していただきましたが、はいはい、こちらの方は意味合いとしてはどんな思惑があってのことでしょうか。はい、意味合いとしてはそうですね、自分はその一周回ったというか中国やミャンマーに行って自分の原点である日本で日本武道発酵呪術に帰ってきたというか、まあ、日本に帰ってきてそこでさらにミャンマーラウェイのことを深めてまた新しくミャンマーラウェイにこう違う解釈というかいろんなものを取り入れて自分だけの K1 スタイルをこう模索している段階という感じなので、まあ、K1 だけでもなくラウェイだけでもないというようなことを最近考えて今練習しています。はい、
ではそちらの K-1 ですが、今回が2度目の K-1 本戦出場という形になります。はい、K-1 という舞台に対してどんな思いを持っていらっしゃいますでしょうか。はい、いや本当にもう初めて参戦させてもらった舞台が横浜アリーナで、たくさんの日本のお客様にまた見たいと言っていただいて、たくさんのご期待をいただいたんですけど、まあ、ここ4戦すべて皆様のご期待には応えられることができなかったことをすごく申し訳なく思っていて、次の舞台も日本武道館という、まあ、今の自分の結果からは見合わないようなものをいただいていると思っているのですけど、まあ、もういただいたものはしっかりと結果というか試合の内容でお返しできるように、どれだけ努力してもやはりその舞台に応えられるかどうかっていうのは分からないので、努力っていうのはもういくらしても足りないと思ってますから、まずはやっぱ試合で、あ、よかったな、いいものを見れたなって一人でも多くの方に思ってもらえるように、ミャンマーの皆様にも届けられるようにという感じです。はいはい、今少しお話しましたが、まあ、K-1 の方に参戦されたが、ちょっと、まあ、厳しいキャリアが今続いている状況ですが、はい、その中で今回ゴンナパワ選手という、はいはい、K-1 チャンピオンとの、はいはい、対戦になりました。はいはい、かねてからゴンナパワ選手をやりたいというふうにずっとおっしゃられていたと思うんですが、はいはい、この対戦が決まった時のお気持ちというのはどんなお気持ちでしたか。気持ち的にはやはり驚きましたし、最初は聞き間違いかなと思ったほどなんですけど、本当に嬉しいです、ありがとうございますっていう気持ちです。はい、K-1 関係者の皆様だったり、対戦をこう受けてくださったゴンナパー選手に本当に感謝してます。そのゴンナパー選手が対戦カード発表の記者会見の時には、はい、ラビについては知らないというふうに言ってましたが、はい、その後すでにもうビデオを見て研究しているというふうに、はい、発言されています。はい、ゴンダパー選手に対する何か研究ですとか、はい、何か勉強みたいなもの、対ムエタイの勉強みたいなものって何か進んでいらっしゃいますか。そうですね、ムエタイの勉強をしていくこう流れで、またムエタイの歴史の中でラウエイとの関わりがあったりとか、ミャンマーとの関わりがあることがすごく面白くて、ゴンナパー選手を勉強しながらさらにミャンマーラウエイを学んだりとか、そういったことがすごく面白くて、そういったことが次の試合で見せられるんじゃないかなっていう思いでいます。今まあ戦前の話の中では、はい、ムエタイ対ラウェイというような図式で語られることも多いかと思うんですが、はい、今のお話をお伺いすると、はい、もうただそういう単なる対抗戦というような形ではないような、はい、いうような捉え方をされているのかというふうに感じましたが、はい、今南雲選手の中ではどんな、はい、位置づけというか、はい、どんな形で腑に落ちている部分があるのかなと。はい、いやそうですね、結局ゴンナパー選手という選手自身がとても素晴らしい武道家だと思っているので、ゴンナパー選手を通してこう学ぶことがとても多いっていう感じで、自分も会見の時の立ち振る舞いだったりとかから学ぶことがすごく多かったんで、ゴンナパー選手自身もムエタイのルールから K-1 ルールにこう適用されてチャンピオンになった選手ですので、はい、いろいろと学ぶこと本当に多いです。そのゴンナパー選手と戦う上でどのようなところがポイントになって、どんな対策を秘めているとか、どんな対策を練っているかというのが、もし今お話できる範囲で何かございましたらお願いします。はい、まあ、話せる範囲でしかちょっとお話できないんですけど、やはり、まあ、戦わせていただくゴンナパー選手のことをよく知ることが大事なのかなという気がしていて、まあ、それはやはり試合の映像を見るだけではなくて、ムエタイの歴史だったりルールだったりとかをいろんな先生方から聞くこともとても勉強になって、それが結果的になんか自分のことを知ることでもあったりして、格闘技って本当に素晴らしいなっていう思いです。はい、まあ、今回の戦いも非常に大きなチャレンジになるかと思いますが、はいはい、このチャレンジに対するこの思いみたいなものを誰かに届けたいというような思いって何かございますか。はいはい、届けたいですね。自分は本当にこのいただいた命をこう輝かせて、それを見た人が、まあ、自分なんかが言うのも恐縮ですけど、勇気を持ってもらえるような、以前の自分もそうだったので、自分私も初めてミャンマーに行った際に初めての対戦相手がチャンピオンだったんですけど、そこから、まあ、もちろん結果は出なくて、何度も何度も挑戦してベルトを任せていただいた経緯があって、まあ、日本に帰ってきてからもチャンピオンの林選手と最初対戦させてもらって、それからまだ結果出てないんですけど、何度もこう勉強して起き上がってきたので、ミャンマーの皆様も日本の歴史も何度もこう転んで起き上がるっていうところが本質だと思うので、はい、
そうですね、自分のこう戦う姿を見て誰かが勇気を持ってくれたら、その勇気を持った人が立ち上がってまた誰かがこう勇気をもらうということだと思うんで、何しろ頑張ります。はい、あの先ほどもからあのミャンマーへの話の方が出てますが、はい、ちょっと今ミャンマーがちょっと大変な情勢になっているかと思いますが、はい、そのミャンマーへのなんか思いみたいなものがありましたら、もし何か言えるものがございましたらお願いします。はい、そうですね、たくさんの方が今戦っています。もともとあったその平和だったり日常だったり自由というものを不当な暴力によって奪われかけている、奪われている、すでにもうたくさんの方が亡くなっているという現状です。それでそうですね、うん、だから自由というものは目には見えないんですけど、皆さんが思い思いの自由を探して一生懸命戦っている、その姿から僕は大変勇気をいただいているという思いです。だから僕がこう戦える、僕が生きている、僕が戦う、それが、まあ、残念ながら命を落とされた方への自分なりの格闘家としてのミャンマーラウェイのチャンピオンとしての戦いだと思うので一生懸命頑張ります。はい、で先ほど少しもお話出ましたが、はい、まあ、これまでもミャンマーでラウェイに挑戦して、はい、まあ、負けて這い上がってきたという話がございました。はいはい、で今の K-1 における状況というのも、はい、それにダブるところがあるかなというふうに、はい、あの感じているファンの方も結構多いと思うんですね。はい、で今後 K-1 という舞台において、はい、まあ、今回の試合をクリアした後にどこを目指したいというふうに思っていらっしゃいますか。はい、そうですね、やっぱり、チャンピオンベルトというところになるとは思うんですけど、その前に自分にしかできない戦い方、戦いを探していつかは見つけて誰かに届けられるようにということを考えています。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではそれでは、では最後にあの、はい、今回の試合を見に来てくれるファンの方に、はい、あのメッセージの方をお願いします。はい、八甲竜呪術総本部所属の南雲大輝です。本当にたくさんの応援をいただきありがとうございます。次の試合、自分にしか見せられない戦い方を皆様にお見せできるように一生懸命頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。